山東省日照市のファールンゴン学習者張元徳さんは、今年5月に中国共産党に不法に拘束されました。その息子の張楽賓さんは海外で救出活動を続け、国際的な関心を呼びかけています。先日、日本の議員も連名で中共に張元徳さんの即時釈放を求める声明を発表しました。今年5月12日の午前5時、十数人の警官が私の実家の茶畑にやってきて、両親を連行しようとしました。両親が拒否すると、警官たちは両親に無理やり手錠をかけました。9月5日午前11時、逗子市市議会議員の丸山博明氏、元綾瀬市市議会議員の笠間昇氏、茅ヶ崎市市議会議員の水島誠二氏は、中国大使館前で、当局に対し、張元徳さんの即時釈放を求める共同声明を発表し、声明文を駐日中国大使館に提出しました。丁羅敏さんの父親への迫害を即時に停止し、無条件の釈放を行うこと。これまでにドイツ議会、欧州議会、チェコ共和国、ベルギーの国会議員は、中共駐ドイツ大使、山東省党委員会書記、日照市党委員会前書記に書簡を送り、私の両親への迫害を直ちに停止し、私の父と他のファールンゴン学習者を直ちに無条件で釈放するよう要請しました。ドイツでね、息子さんが親御さんのことを思って行動を開始したっていうのを聞いてですね、やっぱり親を思う心ですね、それは本当に強く惹かれましたので、私もぜひ力をね、なんていうんですかね、サポートというかできたらなと思って今回は入れさせていただきました。法輪功修学者、以前から本当にね、悲しい思いをされております。でこういった、不当な臓器の収奪、特にそこで監禁拘束もですね、ぜひ、やめていただきたいと。担当によるこういった法輪功の学習者の問題、これはですね、すぐ一日も早く、釈放、そしてまたそういった行動を起こすことをやめるように強く求めたいというふうに思います。丸山議員は中共によるファールンゴン学習者への迫害は決して許されないことであるとし、今回の救出活動を通じて日本社会、さらには国際社会が中国で不法に拘束されているファールンゴン学習者にもっと関心を寄せ、中共の悪行に共同で抵抗することを望むと述べています。 NTD ジャパンがお伝えしました。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.